人間で全員違うんですよ。全員違うんだ。多様性を認めろって言うんだったら全員が違うことを理解すべきで、人は決して素で分かり合うことはできない。だからこそお互いに許し合うことが大事で、お互い違うってことを理解しなくちゃいけないんです。だから僕はいつも言ってるのは、僕は圧倒的個人になりたいって言ったんですけど、よく言ってるんですけど、なんでかっていうと、人間どうせ一人なんですよ。うん、生まれてくる時も一人で死ぬ時も一人なんですよ。だから、みんな違うんですよ。みんな違うのに、なんかレッテル貼って、なんか俺たち一緒だね、みたいにやるんですよ。弱えなぁと思うんですよ。違うくていいんですよ。てか、自分はいかに自分であることが、自分であり続けることが、他の誰でもない自分であり続けることが、自分らしく生きることなのかってことを、やっぱり、ね、理解することが大事だと僕は思ってるんで、僕だって今までこの人と本当に仲間だなと思う人なんかいないですよ。うん。違いを認められるようになるまでいなかったですよ。もう本当ここ数年はちゃんと違いを認められるように、なったので、考え方はだいぶ変わりましたけれども、なんだろう。自分と違うから面白いんですよ。違うのに、こうやって一緒にワイン飲めて話せるから楽しいなって思うようになったんですよ。だから僕は今までは、特になんか弱い、心が弱い人って仲間を探すんですよ。同じ人を探すんですよ。で、僕はもう同じ人なんか嫌いって分かってるんで、逆にそうじゃなくて、違うのに一緒にいてくれる人が、違うのに一緒にいてくれるってことは、違うけどなんか折れて認めてくれてるわけですよ。じゃあその人をどう理解できるかってことを考えるのが大事なんで、違いを認めることが本来大事なことであって、同じだから一緒にいようぜっていうのは、なんだろうね、信仰宗教なのかなみたいなふうに思っちゃいますよ。切り抜きいかがだったでしょうか。この動画の概要欄の方から、今なら僕が作った D ラボ動画配信サービスですね、の無料の体験リンクと僕のオーディオブックが無料で聴けるリンク入ってます。よかったらぜひチェックしてみてください。さらにチャンネル登録のもお忘れなく。それでは、バイバイ。